塩瀬村は、かつて、兵庫県有馬郡にあった村。1889年の町村政志向に伴い、編成され、昭和の大合併により消滅した。現在の西宮市北部地域の東側、おおむね向川う側が日にあたる。村名は、町村政志向以前の奈城村、生瀬村から一時ずつが取られたものである。 1, 1三田町 2, 三和村 3, 道場村 4, 塩瀬村 5, 湯山町 6, 山口村 7, 湯野村 8, 旗村 9, 大沢村10、岸村 11, 愛村 12, 本庄村 13, 中野村 14, 小野村 15, 高平村有馬郡島南部に位置していた自治体。むね向川右岸であるが、東の生瀬地区では左岸にも町域が広がり、宝塚駅付近に近接する。 北東に川辺郡、西谷村、北西に道場村、西に山口村、南に両元村と接する。町村聖志港以前には、生瀬とナジオの二つの村があった。生瀬向川沿いに位置する生瀬は、摂津平野と有馬方面を結ぶ有馬街道に位置し、13世紀には、すでに宿液として栄えた記録がある。家庭四年総建とされる清橋寺には、 向こう側を渡る生瀬橋の創建にまつわる伝説が伝わる。江戸時代には参勤交代の宿駅として、また、物資の中継地として栄えた。ナジオナジオ側が、向こう側に合流する木の元には、木の元地蔵村に元寺があり、聖徳太子ゆかりの地蔵伝説がある。室町時代に、赤松の利村によって、仮覧が建設された。文安二年、赤松光生は、 木本の山中で一族と共に最後を遂げた。向こう側の支流ラジオ川を遡った盆地に、ラジオの古い町がある。文明7年、当地を訪れたレンニョが設けた騒動が協業寺の始まりとされる。協業寺は、レンニョの子レンゲ芸の子孫が代々従事を務め、ラジオごぼうと呼ばれる高い自覚を保ち、ラジオは寺内町として発展した。ラジオは、 和紙生産の里として知られ、ラジオが安否紙を特産品としている。ラジオの紙すきの発祥には様々な伝説があるが、和紙生産が盛んになり、ラジオが発展するのは17世紀以降である。江戸時代後期には、ラジオから蘭学者奥川百鬼が出ており、百鬼の娘の八重は、百鬼の弟,弟弟子である、小形古安に嫁いだ。この縁で、 公安門下の伊藤新三によって1862年から1869年にかけてラジオ蘭学塾が設けられ洋楽が教授されていた。また、18世紀の中頃には武田大温泉が知られるようになった。1889年、町村制の施行により、ラジオ村、生瀬村が合併して、塩瀬村が発足する。共に長い歴史を有するラジオ。 生瀬の間にはしばしば利害の衝突も発生したという。1898年、半角鉄道が宝塚駅から延伸開業した際、終着駅として有馬口駅が開業。半角鉄道は翌1899年に三田駅まで延伸し、武田尾駅が設置されて、武田尾温泉の利用者が増えた。1951年、 昭和の大合併に伴い塩瀬村は、貝村市、西宮市に編入された。五市西宮市では、旧塩瀬村の地域を塩瀬地域と称し、塩瀬地域は、名塩地区と生瀬地区からなるとする。1980年代には大規模な宅地開発が進められた。西宮市役所は、塩瀬市長をナジオに置いており、塩瀬市長、生瀬分室を生瀬に設けている。 生瀬港大神社村が存在していた当時、生瀬駅北の福知山線は、向川峡国内を走っていた。新線に付け得られたのは1986年である。旧村駅にある西宮奈児尾駅は、新線付け替え時に開業した駅である。生瀬駅から向川右岸を北上した福知山線は、第二向川橋梁で対岸に渡り、武田尾駅に至る。 武田尾駅の西で第三向川橋梁により再度上岸へ渡っていた。総川駅は宝塚駅の西方にあった貨物駅でウィルキンソンの炭酸水積み出しのための側線に設けられた。対象期には旅客を取り扱った時期もあるという。後に大阪採石工業所の採石積み出しに用いられた。宝塚駅構内に編入され廃止されている。村駅内には 大阪方面から有馬温泉に至る古くからの街道、有馬街道が走る。生瀬は向こう側右岸に位置する宿場町であり、北西、那地を三田を経て丹波方面に至る街道との追い分けでもあった。明治時代まで生瀬から西に船坂方面へ至る有馬街道は、タイトタ川の河原を遡る道筋になっており、四十八ヶ瀬あるいは四十八飛びと呼ばれる難所であった。 有馬街道は1887年から翌1888年にかけて改修され、県道に移管された。1898年の半角鉄道開通、生瀬駅開業後は、有馬温泉への経路として盛んな交通があったが、1915年に、三田有馬間に、有馬鉄道が開通すると利用者は少なくなった。生瀬との間の交通も、生瀬製法の サルクビーはと呼ばれる岩山に交通が阻害されていたが、江戸時代に平坦な街道が開拓された。現在は、旧村域に、中国自動車道の西宮なじをサービスエリアが、所在するが、当時は、未開通。ありがとうございます。